ミルクヘビは、ナミヘビカキングヘビ属に分類されるヘビ。クアテマラ、ベリーズメキシコアメリカが衆国南東部、メキシコアメリカが衆国北東部、カナダ南東部最大全長199センチメートル、全長165センチメートル、胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の数は21か23、総排出口までの覆面にある幅の広い鱗の 数は217から244。総排出口より、後部の鱗の数は47から61。頭頂を覆う、鱗の前半分より前方が黒く、分担に白い横縞が入る。背面に19から31の赤い斑紋が入り、赤い鱗の後端が黒い。全長70から90センチメートル。対列鱗数は21か23。 腹いた数は196から219。おしもいた数は40の49。頭部が黒く、全額版から鼻間板にかけて、アルファベットの U 字状の白い半紋が入る。背面に14から22の覆面で半数が途切れる。赤い半紋が入る。最大全長55.8センチメートルと、最小圧ュ、対列6個数は17か19。 払い多数は152から191。押しもいた数は31の51。側当番は前方が1枚、後方が2枚。背面22から22の覆面でも途切れない赤い。半門が入る。全長157.8センチメートル。対列うろこ数は19か21。払い多数は216から236。押しもいた数は42の63。 成長に伴い黒一式になる。最大野種対列ウロ個数は21か23。払い多数は209から229。おしもいた数は39の51。全長126.6センチメートル。対列ウロ個数は21か23。払い多数は205から228。おしもいた数は42の60。背面20から16の覆面でも途切れない赤い。 反紋が入る。黒い反紋は、覆面でも途切れず、最前部の反紋は広角に接する。全長90から114センチメートル。対列6個数は21。腹板数は182から214。おしも板数は35の54。背面に24から54の褐色や肺褐色の反紋が入る。覆面には、一末模様状に黒い反紋が入る。 25アシュに分かれるが、形態が重複しさえがわずかで分布域が分からないと、同定できないアシュもいるため有効性を疑問視する、説もある。森林、草原、農耕地などに生息する。植生は動物食で、アシュにもよるが、小型爬虫類、鳥類やその卵、小型哺乳類などを食べる。繁殖形態は卵生。 ネズミを食べるために牛舎に侵入したのを牛の父を目当てに侵入したと勘違いされたことが名前の由来とされる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。野生では爬虫類を好む傾向にあるが、飼育下では大型アッシュの場合は、専門店などで販売されている冷凍マウスや冷凍ラットを解凍し個体の大きさに合わせて与えるだけで問題ない。 しかし小型アシュの場合は、セイヘ蛇でもマウスが大きい個体もいる。ありがとうございます。